かんって、逆から来てもあかんって、どうにかして移ろうとするやめてくれる、マジで。ロボットチャンネル、ロボママです。今、渡るとたけるが帰ってきました。もう汗だくで、いつも夏休み前はまではそんなことなかったんですけど、今年はもう夏休みも学校ということで、汗もがね、できてきてるので、もう速攻シャワー浴びてます、今ね。渡るは浴び終わってちょっと休憩中です。その間にロボママは冷やしておいたフルーツをね、準備したいと思います。ちょっとクールダウンっていうことで、冷たくて水分の多いもの食べたらちょっとホッと体がするので準備していきます。はい、今渡った家兄弟、コントってよコントってよ、まだ服着てないので映せません。ちょっと暑くてね、服がちょっと着れない感じなんで。はいはい、もうまずご飯食べてもらってます。で、その間にロボママはあかんって、逆から来てもあかんって、どうにかして移ろうとするやめてくれる、マジで。座ってちゃんとご飯食べてよ、遊んどったらあかんで。あける、たけるちゃんは何回も言うてせえへんかったら、ちゃんとせんかったらお母さんどうしますか、いつも怒る。そう、すぐには怒らんけど、何回も同じこと言わせよったら怒るでな。あかん、あかん、ほんまに。たける、今は何の時間？宿題。じゃあご飯食べる時間。宿題も大事やけど、宿題よりご飯食べる方が大事やから、まずご飯食べて。ご飯食べましょう。その間にローマンは今日の動画のサムネを作っていきます。ごちそうさま、ごちそうさまやったらお皿片付けなあかんやろ。向こう持って行って、服も用意してあるから、もうそろそろ着ようか。服着たら宿題をするで、したら休憩や。別にボールで遊んでてもいいよ。今日はまた夕方から習い事があるから、それまで自由時間にしてていいから。たけるちゃん、今日は「た」のつく言葉です。対決対決対決でもいいよ、対決って感じ。太鼓、うん、そういうので。達人、たをいっぱいあるな。太鼓の達人。はい、渡るは渡るがしないといけない宿題をしてください。英語の宿題はあるんです、今日はな。お母さん、俺がかけたやつ分かっと。分からん。何やった？分からん。だいで。分からん。対決やろ。タケルの。違う。太鼓の達人。違う。何？太鼓。違う。タケル？タン。タンバリン。ポポ。そう。タンバリン？タンポポ。タンポポ。誰？俺やった。ああ、わかるやった。お母さん、俺が書きたいこと分かっと。はい、言うてみて。めっちゃ嬉しそうな顔してる。あなたも答えてみて。谷氏。違う。タッチ。一生当たらんのじゃん、これ。竜で、うん、足し算。ああ、いいやん、足し算。足し算。俺が言いたいこと分かったわ。足し算の達人。いつまでそんなこと。違う。足し算の達人。違う。そうでしょ。違う。なんで違うんだよ、ボケ。ユーザーフリしてるじゃないですか。なんて今なんて言ったな、言うだってわからへんかよ。何、何も思い浮かぶ。太鼓の達人。そう。え、そうなの。太鼓の達人。太鼓の達人。わざと進んどる。え、進んどるよ。今さっきまではここらへんやったけど、ここはここまで進んで。じゃあ俺も本気で進んでますか。俺が今思ってるやつは何でしょう。谷川健志。やめて。谷川涼介。できた。誰やろ。全然説明でき。芸能人。ほんまに？谷村陽介。誰？おる。おらん。もうええから早く。渡るは宿題やって。タは考えてよ。
あきりちゃんちょっと計算カード忘れてきてるので、お母さんが言う問題をちゃんと問題も自分で言って答えも言ってください。足やめてください。足やめてください。あ、お母さん、あのさ、4問にしてよ。あかんよ、そんな4問だ、少なすぎよ。いくで、あわたるやって、その間どんどん。8-3はもうなんで言う。8-3は泣ける終わらんで、ね、2によるはい終わるで今。ちゃんと8-3はもう言うてって言うて。なんで。ほんまだったら計算カードを自分で読まなあかんから。8-3は5。はい、6-2は。6-2は4。10-5は。10-5は5。10-6は。9-6は。泣ける。わたるもやってよ。6-4は。すら6-4。6-4は2。6-3は1。え？あ、3。8-1は8-1 8-5-1-7。はい、正解。じゃあ、たけちゃんは明日の用意をします。わたるくんは宿題続き頑張ってください。やってますか？その練り消しで遊ぶやめてくれる？いや違うね、タイトルが思いつかんね。一学期か昨日のことか。昨日はあのダチョウの卵、うん、そのことでも。よし、ダチョウの卵のことについて、うん、じゃあタイトルはダチョウの卵でもええわけ。タイトル、チン、現る。何のこと言う？ダチョウの卵か。あ、何でもええか書いてくれ思うよ。ダチョウの卵、鶏の卵の25倍以上の重さがあって、だいたい平均で 1.5 キロから 1.6 キロ近くあるよって。じゃあタイトルはダチョウの卵のまさかの点々点倍。そんなんでもいいし、ダチョウの卵食べてみた。見てお母さん。ワンタールゴロゴロせんの。今日の宿題が地獄すぎてすごい。おたけちゃんすごいやん。引き算のテスト100点やまた。たけちゃんまたね。100点取ってきました。私なんか0点なのに。嘘ばっかりよ。嘘ば。英語のテストこの前100点取ってんの。ほら、ワタール戻ってきてよ。いや、俺休み時間。あ、そう、そうやな、たけちゃんはもう休み時間で終わったんで。ていうか、でもたけちゃんの土曜日の英語の宿題ってどうなったの？わからん。たけちゃんある？たけちゃんある？焦んなちゃう。たける、英語のやつ明日しかで、今日と明日しか宿題できひんから。でも一気にできひんやろ。え、いいえ、一気にできひんや。5問だけやっときじゃ。ほんならちょっとでも少なくなるやん、明日5個だけ。でも途中までやってるから、4つぐらいやと思う。3つ目の途中までやっとわ、たけちゃん。な、何？明日一気にするん？遊ばれへんで？ええんやな？一気にってすごい多いで。一気にやったら。知らんで、お母さん、ほんまに。今日ちょっとでもしとう方が明日少なくて済むのに。俺はやっとく。うん。渡るはまず学校の宿題やって。いや、学校の宿題の直しもあるしなのに。うん、でもやらない、やられへん。マジでその練り消ししまいな。もう出しとったらずっと遊んでまうから、うん、しまって、出さない、出さない、どうさ、出さない、出しとったら絶対すぐ触るから。
はい、ダチョウの卵をどうした？読んでる？え？これ読んでる？うん。何よ？もう一回読まんといて。恥ずかしい。いや、違うの。何？恥ずかしいじゃなくて読まれるのが嫌やね。それ恥ずかしいじゃない？なんか思われそうやから。なんて思われる？なんか…なんて思われるの？なんか意味が分からへんなって。意味わかるの書いてくれる。自分はそう書いたいんやけど、もし、そういう人がおるかもしれない。文が間違っとったりしたらってこと？うん、あ、ほんならここはカットにしようか？うん、カットにしよう。はい、じゃあ今から、わたるくん頑張って作文書きます。カット。はい、たけるちゃんがね、おしるこを食べたいということで作りました。まあ、お湯入れるだけなんですけど、で、わたるくんも食べたいということで一応ね、作ってます。で、作文は終わったのでね、一旦休憩で食べましょうか。2時半やからまだご飯まで時間あるし。はい、食べるときはどうするんやった？ YouTube やめよう。そう、YouTube やめような。はい、なんとか無事ね、宿題全部終えて、今から10分休憩時間です。その後は英語の習い事に出かけます。今日はちょっと宿題がね、多かったのであんまり休み時間がなくなっちゃったんですが、早くできるように頑張っていきましょう。この動画が好きでしょ、ロボットケンズもチャンネル登録よろしくね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。